箱根は小田急電鉄が新宿駅箱根湯本駅間を小田原線、箱根登山鉄道鉄道線経由で運転している特急列車の愛称。本校では小田原線を運行するスーパーは根相模及び東京地下鉄千代田線内に乗り入れるメトロは根についても述べる。基本的には新宿駅小田原駅、箱根湯本駅間の運行で 小田原線内で完結する列車を、相模、箱根湯本駅まで運行する列車を、箱根、スーパーはコネの名称としており、地下鉄線内に乗り入れる列車は、メトロはコネとなる。運行時間は、名称が、モーニングウェイとなる朝9時30分以前と、ホームウェイとなる夕方18時以降を除く、全時間帯で、他の名称のローマンスカーも含めて、おおむね1時間に3本運行される。 なお、2012年までは、年間30日程度、米リゾートが本厚木駅から新木場駅間に位置、往復設定されていて、同列車の運転日は、メトロ相模、メトロホームウェイが、それぞれ一本ずつ運休となっていた。なお、スーパーはこね以外の列車は、名称が同じでも、停車駅は一定でない。1995年までは名称により、停車駅が定まっていたが、 箱根への観光輸送から、小田原線内の地域輸送、通勤輸送へとシフトしたため停車駅の組み合わせが増やされた。ただし、停車駅は概ねパターン化されており、2019年3月現在、箱根は町田駅、海老名駅、または本厚木駅、小田原駅停車が大半である。また、相模は箱根の補完的な役割を果たすため、新百合ヶ丘駅、 相模大野駅、本厚木駅、肌の駅停車が主である。なお、停車駅同士が近距離の場合、町田駅に停車する列車は相模大野駅を通過、海老名駅に停車する列車は本厚木駅を通過するが、主である。車内サービスで特筆すべきものとして、車内販売である、ワゴンサービスを、スーパーはこね、箱根を中心に設定していることが挙げられる。また、 カフェを備える5万系 VSE 使用列車については2016年3月25日まで軽食のシートサービスが実施されていた。2021年3月13日現在、ベイリゾート6万系ムズで運行されるベイリゾート2008年から2011年まで設定されていた。東京ディズニーリゾート利用者を主なターゲットとした特急であり、 小田急線主要駅と東京ディズニーリゾート最寄り駅の舞浜駅を有する京葉線との乗り換え駅である東京メトロ有楽町線新木場駅までを土曜日など年間30日程度の特定日に朝新木場駅にと夜新木場駅発の1日1往復6万系ムズにて運行した有楽町線内は豊洲駅にも停車し臨海副都新地区への利用客にも配慮した形に なっている。ただし、特急列車ではありながら、運行速度は決して速いものではなく、特に、東京メトロ線内では、千代田線と有楽町線の、この列車が走行する、区間中に退避設備がないことから、前を走る電車を追い抜くことができず、加えて、多くの途中駅で停車するため、ゆっくりとしたペースで走っていた。有楽町線。 ホームドア設置の関連で2011年10月以降、運行を休止し、2012年3月17日のダイヤ改正により正式に運転中止となった。運転日、停車駅このほか、代々木上原と霞ヶ関で運転停車が行われる。どちらの駅でも乗降はできない。走行路線、月の相性がある車両については、特急専用車両として使用されている。 または使用されたものである。2021年時点での車両運行は以下の通り。ただし、車両点検等により、多形式での運行になる場合もある。展望席付き車両は、ダイヤ上では共通運用だが、当面運行ダイヤ、使用列車が公表される。1700系、足柄1999年から2004年まで運行されていた、サポート、江ノ島。 ありがとうございます。